私たちは街路の景観の研究をしています。特に夜間の道路照明であるとかライトアップについての研究をしています。具体的には景観がどう光によって美しくなるのか、光によって安心安全性がどう高められるのか、省エネルギーであるのかということと、その街の持っている個性が光によってどう生かされるのかということについて研究しています。私たちは、架空の街路を対象に研究しているわけではなくて、実際の街に出てその特定の街の特徴を読み取りながら、住民の人たちあるいは地域の働く人たちと一緒になって、その街路景観がどうあるべきかということを実践的に研究しているんですね。例えば具体的には富山県、岐阜県、神奈川県、東京都、最近では震災後の岩手県などで研究を始めています。そうやって私たちの提案するような研究を実際にどう街路に生かしていくか、それをどう実践していくのかというところまで研究を行いますので、そういった点で社会的な意義があるものと考えます。研究室の卒業生は照明設計を含む建築の電気設備設計、あるいは照明デザイン照明計画の仕事、あとインテリアやディスプレイ関係の仕事、あと公務員などのまちづくり関係の仕事に就くものが多いです。被災地である岩手県陸前高田市というところで高台避難誘導を軸とした照明社会実験を行いました。大変だったところは初めての設営だったので、照明の配置とかにみんなで試行錯誤して、頑張ったというところが大変だったと思います。良かったところは設営を終わって地元の方々に大変喜んでいただいたところだと思います。研究室の雰囲気はみんななんだかんだで仲いいです。というのは各研究を共同作業で行うので、よくコミュニケーションの取れた研究室だと思います。研究室の配属は3年の後期からなので、それまでに自分の興味のある分野を見つけてもらえればなと思います。研究室に入るにもそれまでの成績がないと入れないこともありますので、大学に入ってからも勉強ですが応援しています。